漫画でっちょんな。どもども、中年ゲーマーよろさんです。さてさて皆様、もうアビスナーが押しばき倒しすぎて、ちょっと中だるみな状態じゃございませんか？はい、私は、もうすっかり中だるみで虚無っております。そんな中、本日お昼から各種成績の、洞窟がスタート。いやはやいまいち盛り上がりに、欠けてしまいますな。高難度イベント、武器、守防具、副防具成績の、洞窟、開催、もうがっつりプレイされてるプレイヤーさんからしたら、高難度でもなんでもないイベントですな。育成に関しては HP1120 目安の、育成におすすめとのこと。アビスナーガのウルトラハード、25での上限が HP1250 なので、育成としての旨味は、ほぼ皆無と言っても過言ではないでしょう。全く育ってないようなキャラを、一体編成して高速で、周回して報酬を回収したらイベントや、メインに戻るのがいいですな。成績が十分に集まってないという人は、期間内しっかり回して必要な成績を、確保しておきましょう。ちなみに今回のイベントの、開催期間は11月17日4時まで、お知らせによるとデータ更新が、16日に来るみたいなので、次のイベントが始まるまでの、つなぎといったイベントですね。ちなみに綺麗な石の交換所に、関しましては12月1日4時までが、期限です。期限を過ぎると消滅してしまいますので、早いうちに交換しときましょう。一応、今のイベントで育成ボーナスがかかってるキャラは、成績洞窟でも育成ボーナスがかかるようです。育成上限が低いので、ガチメンバーで高速周回しても OK ですが、ロマサガ3や弓のほとんど、育成してないキャラなどを、育成枠に編成して、周回できるのであればそっちの、方がまだ楽しめるかと思います。そしてこちらが交換所の、ラインナップ。まあ基本的には全回収で、大丈夫だと思いますが、ツルハシとオーラムに関しては必要な人は回収する、という感じでいいでしょう。早いうちに報酬回収を、終わらせて、アビスナーガなりフォルネウスなり、はたまたメインなりに、戻る方が色々と効率がいいでしょうな。あと、ウィークリーミッションにメイン30回クリアがありますので、今週のそれを消化するのを、お忘れなきように、油断してるとついつい忘れてしまいそうになりますからねー。それでは久しぶりの成績の、洞窟ですので、私の周回パのご紹介を、させていただきます。前に周回したのは9月になってしまいますので、もう周回パを忘れてる人もいらっしゃるかも、しれませんしね。前回ジュエルビーストでもそれぞれの成績洞窟は来てましたけど、わざわざこっちを周回することはなかったでしょうからね。というわけで、まずは武器成績の隠し通路。私の3ターン周回編成の、ご紹介。熱属性攻撃モリモリ編成でございます。陣形はアニマストリーム。配置はこんな感じでございます。ロビンのところが育成用の、置物枠でございます。別にロビンのところに上でもいいんですが、たまに出しゃばって早く動いてくれるんで、上には後ろにいてもらいます。武器成績は基本的に HP 満タンプラスが、おすすめ。防具はそれぞれの火力が、上がるような装備で OK です。エスパーギャルが焼き尽くす。上にはパンプランプを継承です。ポルカのところはラウンド2で、単体高火力熱属性攻撃。ラウンド3で全体熱属性攻撃ができるスタイルがいれば、そっちの方がいいかと思います。ではでは以上のメンバーで行ってまいります。ラウンド1はお嬢とジージが、ファストで処理です。ラウンド2はおじさんとギャルで、似て処理。できることが理想です。ポルカは素早さ持った方がいいですかね？ラウンド3は全員で攻撃して、終了です。ラウンド2でバルテルミーが動いて、DP 回復が起きないと、
とぐだることがあったりなかったりラジバンダリです。アバドンハンズを12、熱風を5に調整するのがおすすめです。とまあ、こんな感じで置物一体編成で、3ターン周回でございます。武器成績を集めたい方はぜひご活用くださいませ。続きまして、守防具成績の隠し通路、私の3ターン周回編成です。さっきのパーティーからポルカ以外が、続投でございます。陣形はシグモイドフォーム、配置はこんな感じです。エスパーギャルを2に配置してますが、育成枠を2に。エスパーギャルは3に編成した方が、周回が安定します。武器成績や、防具に関しては火力アップ系のものを、装備。西欧のヘブンズダイブの BP を、11に、ブランディッシュを9に調整。ジョートバルテルミーのファスト技はラウンド2で、打つように調整してます。ではでは以上のメンバーで行ってまいります。ラウンド1は西欧のブランディッシュで、ワンパンするのが理想です。エスパーギャルを2に配置すると、ラウンド1で動く確率が、上がるので、3に配置した方が良いです。まあそれでも動く時ありますが、ラウンド2はジョーテルミーで、突破。ラウンド3はエスパーギャルが、動いてなかったら西欧と、バギャで見て、動いちゃってる場合は3手になりますかね。とまあこんな感じで5手から7手で、周回が可能でございます。メンツが揃ってたら、ここが一番早く周回できるんじゃないですかね。最後は副防具成績の、隠し通路3ターン周回編成です。陣形はカラフルレンジャーズ、配置はこんな感じです。装備に関しては今までと、同じく火力アップ系ですが、エスパーギャルだけ少し素早さを、盛る装備にしております。BP はアバドンハンズをラウンド2で、打てるように調整。グランクロスをラウンド3で、打てるように調整しております。蝶々は精神デバフ要因として、編成しているので、このパーティーでは置物育成枠は、なしですな。エスパーギャルには後で焼き尽くすを、継承しておきます。ではでは以上のメンバーで行ってまいります。ラウンド1はエスパーギャルで、カマキリを燃やします。ラウンド2はガラハドとバルテルミー、ファスト2撃で倒します。ラウンド3はゼノン様と他で、倒して終了です。という感じでこちらも後手で、周回可能っちゃ可能ですな。集めたい成績によって周回するところを、決めるといいかと思います。とまあこんな感じで周回しております。前回のジュエルビーストイベに、比べると旨味がほぼないですが、成績が揃ってない方は頑張って、周回して集めておきましょう。武器成績は各種武器プラスを、複数、HP 満タンプラスを最低5個。守防具と副防具に関しては軽減点が、最低5個あれば大丈夫でしょう。付け替えるのがめんどくさいという場合は、もっと集めておくのをおすすめします。さて、ここからは雑談と、ちょっとしたお知らせのコーナーです。最初にも言いましたが16日に、データ更新があるみたいですが、それまでは特に動画ネタは何もなさそうな感じです。16日の朝に最果ての、攻略の動画を上げるくらいですかね。気が向いたらそれまでにプラチケガチャでも、アップしようと思います。昨日、アプリ版のロマサガ3を、買ったので虚無の期間中に、プレイしたいのですが、現在サブチャンネルの方で、サガコレクション発売までに、ゲームボーイ版サガシリーズクリアの、企画をやっているので、ロマサガ3をプレイするのは、それが終わってからになりますかねー。概要欄にサブチャンネルの、
リンクと再生リストも貼っておきますので、よろしければサブチャンネルの、ご視聴、そしてチャンネル登録お願いいたします。ボンちゃんのアイコンが目印でございます。それでは、おそらくロマサガ3発売日記念キャンペーンも、残りわずか、最後までしっかりがっつり楽しんでまいりましょう。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。では。